4日第16回レパード S、G3、新潟、ダート1800メートル。11番人気の里のフェニックスが2着に入った。外枠からコースタートで2番手につけ、直線で早々と抜け出したが、最後は勝ち馬に刺された。和田流は、砂をかぶらず、息っぷりも良かった。休ませて体も良くなっていたし、1800メートルをこなせたのは収穫ですね。 と納得の表情を見せた。海外帰りからの長期休養明け、調整は難しかったが、西園少子はあそこまで行けば勝ちたかった。以前の実績を示せてよかったね。何もなければ小塚田賞、JPN2、9月3日、盛岡、ダート。